今月5日、新潟駅でお披露目されたのは、県観光協会が企画したツアーで使用するレストランバス。爽やかな秋晴れが広がる中、一品目のお料理とともにスタート地点の新潟駅を出発しました。地域の風土や文化を料理で表現するガストロノミーがテーマのツアーでは、バスから眺めるその地域ならではの食材を使った料理が提供されます。この時期、その万式潟公園なんですけども、わらアートと、そしてコスモスがまた咲いているということで、とてもまた人気のスポットになっております。18あるコースのうち、この日は新潟市西蒲区の上関潟公園などを巡るツアーに参加。見どころとなる場所ではバスが停車し、休憩ポイントに。この時、バスの1階部分では2人目のイチジクの揚げ出しコンソメ仕立てというものを作ってます。新潟県にゆかりのあるシェフが出来たての料理を提供するため調理を行っていました。この日テーブルに並んだのは、新潟市西蒲区特産のイチジクをふんだんに使った料理。こちらはイチジクの葉っぱで県産牛を包みローストしたメイン料理です。イチジクの葉の爽やかな香りとローストしたお肉の香ばしさが口いっぱいに広がります。お酒ともよく合って非常に贅沢な時間です。食事の前後にはシェフから直接話を聞くこともでき、まさに五感で魅力を感じることのできるツアーです。旬の味覚をその土地に行って、その生産者からお話を聞きながら食べる、そんな特別な体験ができればなというところをこだわっています。まさに食と観光が融合した走るレストラン。このツアーは来月24日まで行われています。